ここで力蓄えたのを飛んじゃうと一回抜けちゃうでしょ。抜けないよ。こっちにこっちにしてる。内野手なんで、ある程度これ塁間ぐらいまではこうやってやってほしいですよね。あ、なるほど。まあ、距離があるんだったらこれでいいと思うんです、うんうんうん、外野手のようにこの塁間ならもうこれで、まあ、これずっとこう早くやらなくてもいいんでこういう感じで、はい、ゆっくり。なるほど。よいしょ。もうはい、お前こっちばっか投げるじゃないか。ステップは前が、そうですね、まあ、今だからここに来ちゃうんで極力前ですね。極力じゃない、前に。まだちょっと飛んじゃう。わかる。これをこれ飛んじゃうとせっかく力が逃がしちゃうんで、ここで力蓄えたのを飛んじゃうと一回抜けちゃうでしょ。抜けないよ。キャッチャーもどこもそうですけど、飛んじゃったら外野手はまあ別勢いでなんとかカバーできるけど、正の状態から行くと、もう上体になりがちなんで、はい、